サーキットにやってまいりました。あのゴルテックス本庄モーターパークから本庄サーキットにまた戻ったみたいなんで、はい、豆知識です。車両がいたんでまだ伸びるとは思う。
最高速が去年と変わらないってか落ちてるから。反省してちょっとまあやっぱねカン君の助言もねだいぶあの的確なん で、やっぱね走れる男の助言はねやっぱ的確ですから、やっぱねあのブレーキちょっと強すぎて突っ込みすぎでちょっとね意固地になってこう頑張りすぎちゃうっていうのがちょっと出ちゃってたんで、まあ一旦落ち着こうと、やっぱあのノーズダイブしすぎでブレーキも残しすぎでアンダーで曲がらないっていうのがもう完全にそれにハマっちゃってたんで、まあしっかり直線で止めるは止めるんですけど、やっぱりリリース大事なんで、やっぱり車の姿勢っていうのはやっぱり曲がるのに大事なんで、そっちをこう意識して優先してやって、
結局最終的に41秒7778です。まだ1コーナーちょっとアンダーでミスっちゃったりとかってもあるんで、もうちょっと伸びるとは思うんですけど、はい、そんな感じで一応ね41秒ギリギリまあ出せたんで、まあこれでね無事にちょっと今日は横浜帰れます。41ね出せなかったらマジでちょっとやばいな、恥ずかしいなと思ってたんで、もう41をね出す気満々できましたからね今日。もう42秒4とか言ってね、もうしかもセクター見るとあの去年のベストとほとんど変わらないタイムだったんで、こんなにねチューニングしてねタイム伸びないともう恥ずかしいったらありゃしないんで、あの金のね力でもねあの限度があるんで、やっぱりあの腕でやっぱりちょっと持っていかないといけない領域もありますんでね。はい、こんな感じで無事に一応41秒台っていうタイム、やっぱ42秒と41秒で響きだいぶ違うもんね。なんでとりあえず良かったなと思います。でセクターにはねやっぱ進歩がないっすね、 いつも 6.5 です。なんでまあセクター1と3は伸びてます。で最高速はちょっと落ちてますと、そんな感じです。であとね、本庄の攻略動画っていうのもちょっとあの新企画で撮りましたんで、もしそちらもちょっと気になる方は、僕の完全な独断と偏見によるものなんで、あのそれが正しい走り方っていうわけではないんですけど、僕がどう攻略して走ってるかっていう説明になりますんで、もし参考になる方がいらっしゃればちょっと幸いですということで、はい、そんな感じで今日はね以上ですね。次、TC2000 050新品タイヤもう1セット買いましたんで、ちょっとねあのバッテリーとアンパネが届いてなくて、フロントのねマイナス10キロくらいとアンパネってだいぶやっぱりタイム変わるんで、ちょっとそれが間に合わなかったっていうのは痛いんですけど、それを含めて踏ん切りはしようと思ってたんで、ちょっとまあこの仕様で踏ん切り届くかは分かんないんですけど、まあ、できるだけのタイムはちょっと出していきたいなっていう感じで思ってますんで、ちょっと TC2000 はねあの楽しみにしてもらってる方いらっしゃれば、ちょっと頑張ってタイム出していこうと思うんで、ぜひ次ご覧ください。はい、こんな感じで以上です。